小倉清水郵便局は、福岡県北九州市小倉北区清水にある郵便局。民営化前の分類では、無収配特定郵便局であった。住所、郵便番号803-0841福岡県北九州市小倉北区清水2-12-22、全国初のコンビニの中に設置された郵便局である。究極者の老朽化に伴う建て替えを検討する中で、 敷地内に空きスペースを有していた近接のローソン小倉清水二丁目店が候補地に上がり、同店を増床する形で2007年9月3日に移転をオープンした。ローソンと郵政事業長との間では2002年に提携関係が結ばれており、これまでローソン店舗へのポストの設置や一部の郵便局社内へのローソン出店。 ローソン店舗での、U、パックに受け返しなどの提携を進めてきた。この事例も民営化後を睨んだ両者の提携の一環である。ローソン店舗と郵便局店舗は建物内で相互に行き来することができ、両店舗間には簡単な休憩コーナーが設けられている。また、ローソン側にも西日本シティ銀行が管理する。 ローソン ATM が設置されており、ゆうちょ銀行 ATM が休止中でも、西日本シティ銀行とゆうちょ銀行の提携内容に準じる形で、貯金の出し入れができるが、この場合は預け入れ、引き出手数量が必要となる。ローソンの青い看板に続いて取り付けられている。 郵便局の看板は、日本郵政公社時代の2007年9月のみ、すべて白地で郵便局側入り口上に郵便局の9ロゴマークが掲げられていた。現在の郵便局オレンジに塗られた看板は、民営化後に乾燥されたものである。ありがとうございます。